ポケットモンスターザオリジンはポケットモンスターシリーズのゲームボーイ用ゲームソフトポケットモンスター赤、緑をもとに制作されたテレビアニメ2013年10月2日にテレビ東京系列にて特別番組として放送されたキャッチコピーはポケットモンスター赤、緑を遊んだみんなへテレビ東京の開局50周年特別企画の一環で ニンテンドー 3DS 用ゲームソフト、ポケットモンスター XY の発売を記念して、制作されたアニメーション作品。佐藤氏が主人公である、アニメシリーズとは一切関連性のない全く、新しいポケットモンスターのアニメであり、作風もアニメシリーズとは大きく異なっている。全4話構成。本作では今ポケモンのゲームを遊んでいる人だけでなく、昔に遊んでいた大人も意識しており、 すべてのポケモンファンに楽しんでもらえるようにという思いが込められている。放送時には本作限定のポケットモンスター XY の CM が放送され、ハマカーンが出演して漫才仕立てで紹介した。この CM では当時未公表だった最新情報が公開された。ストーリーはゲーム赤、緑の設定に沿っており、作中のキャラクターのセリフもゲーム内のものが再現され、 各エピソード冒頭のダイジェストでは、レッドのナレーションと同時に、ゲームのセリフが表示された。他にもゲーム中に登場する小ネタが随所に散りばめられている。また、金、銀以降で登場した技や特性などの概念は、メガシン化関連を除いて、一切登場しない。一部の音楽は、影山翔太が原作ゲームの原曲をアレンジしたものが使用され、 ポケットモンスター XY のサウンドトラックにボーナストラックとして収録されている。アニメーション制作は2011年に公開された劇場版ポケットモンスターベーストイッシ種ビクティニトクロキ、英雄ゼクロムシロキ英雄レシラムと同じくオルム、プロダクション IG、ゼベックが担当する。テレビ、東京系列での放送と同時間帯にニコニコ生放送にて、 ポケットモンスタージオリジンテレビ製実況が配信された。本作の主人公は、レッドという少年で冒険の舞台となるのは関東地方。レッドは、大き戸博士から初めてのパートナーとなるポケモン人影をもらい、博士からポケモン図鑑の完成を託され、レッドのライバルである少年、クリーンとのバトル、ジムリーダーたけしへの挑戦、悪の組織、 ロケット団とそのボス榊との壮絶な戦い、その先に待つ未知のポケモンとの遭遇など様々な出会いと戦いが繰り広げられる壮大な冒険が始まる。人物ポケモンその他の声の出演。ありがとうございます。